その5です。どうもアザラシです。坂田戦実況第3話、俺は隊長失格のその5でございます。引き続きやっています。いやー、握力十分になってるね。すげえ、15だ。一気に気力十分。こっから長いとやだな。風呂入ろうと思ったんだけどな。今もう23時44分。エンコードしてあげたら23時24時に間に合わんなとかいうことかね。敵の動きが素早いわ。利用できるものは何でも使用して敵の動きを止めることが重要。そんなにあれか。あ、当たんない。必殺当たんない。待機回り込むか。ボスがもうちょっと歯応えがあってほしいな。まあ、まだ手合わせしてないけどな、刹那とはな。歯応えのあるボスを頼む。歯じゃ牽制。どんなところに逃げたって。どんなところに逃げた射程よ。桜花方針の射程の長さよ。体調遅い。何着とんねん。何着とんねん。あれ、二階堂やりますね。今までの敵の中ではかなりの手だれだな。マリア、お、いいですね、いいですね。あ、強い強い。お、この辺のね、通常攻撃のアクションの違いがランダムなのかわからないんだよね。使えるものは何でも使ってっていうのは、工具を使ってってことかな。工具で囲んでいけば。これがかばうの。早い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 。これじゃいつまでやっても合体攻撃はできない。合体攻撃できないからあえて寄ってきてもらうか、向こうから。リンパの流れがですねってやつか。ちょっと危険か、近寄らん方がいいな。このリンパがね、ここリンパの流れがね悪いですね。ちょっと前を隠してもらって、ちょっとリンパの流れをどうのこうの、どうのこうの、行きましょう。そっちに逃げないで。大神がとろい。必殺使いたいのに、必殺打ちたいのに。ほら合体技が届かない。合体使いたいから待機しよう。待機、防御。さあ、行こうぜ、隊長。おとり作戦でいきます。
僕らにはこちら側から回り込んでもらって、スミル全然活躍してないな思えば全然活躍してないな。どうする？バカめ、あ、バカ俺か。バカめ、そこに来たことを後悔しながら死ぬといい。その刹那の必殺見たいかな。ちょっと見たい感はあるよな。しゃあない、ちょっと一発もらってあげるわ。しょうがないから一発もらってやろう。私の出番ですわね。夫人メイさん、ドラゴンガンダムのフェイロンフラッグみたいだな。私なんかのために、あ、結構逃げる、結構逃げるじゃないの。合体当たらない、その批判は当たらない。じゃあこれでよし、いけるね、いけるね。白と黒で見にくいぞ。マリア、隊長、ザラティ、バゴーター。なんだって、ザラティタタゴダゴータ。地獄で悔やむがいい。みんな行くわよ、勝利のポーズ決め。そんな笑ってるけどかなり判断ミスしとる。みんなこの制服着てる中、自分私服で行ったっていうところ、ちょっと今恥ずかしく思うべきでしょ。満面の笑みだけど、よし、ということだ。次回予告見なくちゃダメだな。次回予告見よう。てててんてららんてんてててんてららててん。セーブしよう、セーブ上書きしよう。あ、別にしなくていいか、どうせするから。これ次回予告が楽しみでね、桜大戦のいいとこだよね、次回予告がね。まあ終わりか、第3話の終わり、夜明け。私なんかのためにありがとうございました隊長。申し訳ありません。私今まで、光る宇宙、光るみたいな曲が、クラナドかなんかいなかったっけ。ロケットを返さないと。私のロケット、ロケット、隊長、ロケットパーンチ。中を開けていませんよね何乙女になっとんじゃ。そうですか、ありがとうございます隊長なんですのこのラブラブチックな雰囲気雰囲気。の恋人だよ。いつの間にそんな設定が。はあ、大神さんって結構浮気者なんですね。大神はんも罪に置けへんな。そう言うと思った。おいおい、寄せよ、そんなのじゃないって。展開はいいです。さくらの地止めがなかなか。
桜大戦の花組のメンツはじとめがなかなか。定撃花組の隊長です。ほい、あれカンナは何の、何のあれもなかったな。嫉妬みたいなのなかったな。何も隅に置けないな隊長みたいな。次回予告。満10歳。あのね、お兄ちゃん、一つお願いがあるんだけどな。次回、ふんだんにアニメがありそうですね。大正桜にロマンの嵐。大正桜にロマンの嵐。これでお兄ちゃんもメロメロよ。そんなにアニメあったっけ？そんなにアニメあったっけ？今の見る限りすごいすごいアニメが動いてていい感じって感じでしたね。まあまあまあいい、まあいい、まあいい。今日はここまで。今日はここまで。お疲れ様でございました。いやー、いやー、なんとか。第3話がね、第3話が、胸クソ打つ回だと思ったけど、まあまあまあ、まあ乗り切った。あとはもう、タンタンタンって言ったら、パパパっていくから。よし、じゃあここまで。ほな、また。